衝撃、一般入試近畿大学落ち、府内の文系だとほぼ大阪経済大学を選択すると判明。6月某日、ヤフー知恵袋に次のような質問が投稿された。接心追悼は今後厳しいですか？接心追悼は今後厳しいですか？一般入試の受験生は大阪経済大学とのダブル合格でほとんど大経大に進学している構造ができていると山内大臣は言ってましたが、じゃあ接心追悼は大経大に勝てないということは参勤交流に勝つのは無謀ですか？接心追悼大経大すべて受かってほぼ大経大を選ぶ理由はなぜですか？逆に聞きたいんだが、どうして参勤交流に勝てる気でいるの？大経大でも僅差やけど接心追悼よりは上や。諦め。接心追悼の学生は大経大は仲間と思ってるけど逆は嫌がってる定期。金安い付属いない接心追悼の一つではない大和大学も実力は疑問だけど、接心追悼にはなんか行きたくないからと大和を受ける層も一定数いるらしいし、接心追悼の大学分の嫌われようはいる。大経大は近代第一志望の学生の滑り止めを一手に引き受けてる気がするな。俗に有害外傾向物ってやつでしょ。まあこの中でまともなのは大慶と大高くらいだと思うけど、あとの3つは推薦多すぎる。接心追悼はもうワンランク落ちる推薦も多いし。大慶は推薦に頼っていない大学だから意外に自力ある。すでにかなり推薦頼みになっている大手門や桃山は大慶が指定校に頼り始めると受験生は裏切って大慶の指定校を取ると思うよ。まあ近代が指定校増やしたら大慶も終わると思うけど。摂南は上昇学園からの付属上がりで定員を埋める手を残しているから大慶が指定校を増やした瞬間に追い詰められることはないと思うけど、大手門と桃山は大慶の動き次第ですぐ消える。大手門の関係者が経袋で大手門は躍進している。ってあちこちで言ってたけど、近代未満の大学しか受からなかった場合、一般組はあえて大手門を選ぼうとはせずほぼ大慶に行くという現実。最近大手門関係者の主張が激しくてなんかうざいなと思っていたから、これは山内大事グッジョブ。近畿大学が2社会なく指定校乱発したら大慶も結局は終わりや。もちろん関西大学が指定校もっと増やしたら近代も医学部や水産学部と海外は終わり。大学分では今大